長のデンタルアベニュー。今日も始まりましたドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日もですねリトル東京隣にありますホンダプラザ歯科医院にやってきています。伊藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何回か前でしょうか、歯に装着するだけで歯並びが綺麗に見えるというスナップオンスマイル、はい、ご紹介させていただきましたが、雑誌 JP 一番最新号、はい、僕ね取材していただいたんですよね。そうでしたね。その中に Ask Dr. 伊藤というページがコーナーがあります、はい、ありますね、はい、そちらに詳しくここまでね僕ね、はい、自分の歯を世間的にさらけ出したのは初めてですよスナップオンスマイルのビフォーアフターが、はい、口元も載ってますし、そうですね、はい、あの詳しいあのインタビューなんかも載っていますので、はい、で、はい、先生の紹介も載っていますので雑誌 JP 最新号ですね、はい、こちら手に取って見てくださいっていう自分で言うのがちょっと恥ずかしくなってきましたがいや本当にねあの JP あの見ていただければですねスナップオンスマイルこんな感じなんだっていうのも改めてお分かりいただけると思いますので。そうですね、はい、ぜひご覧になってください、はい、今日はですね驚くようなお話、はい、この後伺っていけますね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドクター伊藤のデンタルアベニューザ・ロフトデンタルスタジオホンダプラザデンタルクリニックの提供でお送りします。さあ先生、先ほどですね私って驚くような話というふうにですね、はい、言わせていただいたんですけど、まずね歯あるいは口に関することで前から気になっていたことがあったんですけど、歯ぎっしりってあるじゃないですか。はい、相当あれ大きい音しますよね。歯ぎっしりっていうのは、はい、聞いたことがある方にとっては、はい、なんだろうこれっていうね、キリキリキリと言いますか、なんて言いますか、もう何とも言えない音ですよね。あれ歯が擦れた音なんですよね。そういうことです。相当強い力じゃないとあんな音出ないですよね。そうですね。通常、まあ、人が噛むときに使う力っていうのは、まあ、1本の歯あたりにだいたい 40kg から 60kg の力がかかるというふうに言われてます。そんなに。はい。俊海さん、あの握力テストで何キロぐらい出せました？多分ですね、僕記憶ですけど多分割と強い方なんですよ。多分5、60キロいってると思います。結構ありますよね。あります。普通の人っていうのはね、あのやっぱり40キロぐらいで、歯っていうのはこの女性の方でもそうですけど、小さな顎で同じぐらいのこの力がかけられちゃってるんですね。ところがですね、寝てる時はこれがあのブレーキがないですからものすごく音が出る。通常噛む力の40キロプラス100キロの力がかかってるんです。140キロおよそ。そうです。それって先生に相談したらなんとかなるもんなんですか？ご存知の方も多いと思うんですけども、歯ぎしりをする方はですねナイトガードと言いまして、夜あの寝る時につけてもらう、まあ、歯のプロテクターですよね、うん、これはね非常に大切です。実は140キロものの力がかかってしまうと歯が割れてしまう歯もあります。やっぱりねあの虫歯があったりとか神経治療してたりとか少し弱くなってる歯っていうのはですね、この夜寝てるとき噛んでるので割れちゃうんですね。そうか、それを、まあ、ナイトガードを装着して寝ることによって緩和できるという。そういうことです。あとね、これは先生にお聞きしていいのか分かんないんですけど、いびき、口に関することで言うと、はい、いびきなんてのは歯医者さんに相談してもいいことなんですか？我々はあの実はね、いびきの治療というよりは、はい、無呼吸症っていうのを聞いたことありますか？あります。あの寝てる間にちょっとこう呼吸をしない期間、時間が生まれるって。そうですね。でいびきをかく方っていうのは軽い無呼吸症をお持ちなんですよ。夜寝るときに仰向けになってしまうので、この顎が落っこちるんですね。落っこちるためにこの気管のところが狭まってしまって、はい、息が通りにくくなる。で通りにくくなるときに呼吸をすると、それがその振動となって、まあ、いびきとして出てきたりとか、はい、これがもっと塞がってしまうともう呼吸ができなくなって、そして苦しくなって、はい、でもうびっくりして息をするようになります、はい、でこの時に目が覚めちゃったりとかするんですけども、私の患者さんでこれはもう白人の方でね、はい、もうそれこそあの200パンド以上あるような方ですけれども、あのやっぱり無呼吸症 で、この方はかなり強度
ものすごい装置をつけるんですよ。酸素ボンベみたいなのをお顔に取り付けて、そして寝なきゃいけない。で、無呼吸症っていうのはやっぱりリスクがありまして、この状態ずっと続いてるとですね、やっぱり酸素がいってないわけですから、はい、いろんな問題が出てくるんですね。で、まあ、それを解消するためにそういう装置をつけて、センサーがついてまして、呼吸をしてないと、そのプレッシャーをかけて酸素を送り込むと。もう一晩にも30回近く装置が作動して、はい、でそのためにやっぱり目を覚ましちゃうわけですよ。そうするとものすごく眠りが浅いし、朝起きても疲れが取れてないし、起きてすぐ寝れる方もいれば、起きてるとなかなか寝れないっていう方もいるので、結構やっぱり大変は大変なんですよ。ところがですね、これは実は我々歯医者が治療を今やってるんですね。それすごく意外なんですけど、これは先ほどお話しした歯ぎしりを防止するためのナイトガード、これを少し改良して作ってるんですね。それ具体的には、要は顎が落ちるから呼吸ができなくなるので、はい、ナイトガードを上下につけて、その上と下をですね、これをそのラバーバンドで簡単に言うとつっちゃうわけですよ。なるほど。ところがこれはゴムですから、顎を動かすことができるので結構楽なんですけど、これ以上は下がらないっていうところで止めてしまうと。で、実はこの無呼吸症の治療、これがですね、いびき防止にもなるんです。いびきかく方ってね、やっぱり顎がこう少しこう下に下がっちゃうので、ここのエアウェイがね少し狭まって、はい、そして呼吸するときに振動で音が出ちゃうんですよ。ところがこの無呼吸症の治療する装置をつけることによってですね、顎が常につられてますから、呼吸がきっちりとできるわけです、寝てる時も、はい、そうするといびきという形で出ないんです。意外とこれ効果的なんですね。いませんか、ラジオの前の奥様方、ね、はい、これは奥様からリクエストが多いんですよ。こんなのがあるんですか、うちの旦那にやってくれっていうのが実はね、なかなか多いです。でもね、奥様はそれ口にしておっしゃるけど、はい、旦那さんきっと口にしてないだけなんですよ。ぜひ今晩よく考えながら睡眠をとっていただいてはいかがでしょうか。そんな話、続きが実は次回ありますので。あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました。その辺もまた伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、ホンダプラザデンタルクリニック、ザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りしました。